はい、酒好きな新潟人の一同が、今回は、生ビール、とうとう出ました。サントリーのザ・モルツ。ね。新発売モルツはね、終了した。新商品。100% ビール。アルコール度数 5%。麦と天然水の生ビール、非熱処理。原材料が麦芽とホップ。ですね。あとは特に書いてない。さあ、うまくなったのか。まあ、あんまり期待はしないですけど。多分、まずい。通常のモルツに比べれば、まあ、多分あんまり、美味しくないんじゃないかと。思われますが。まあでも、あれでしょう。まあ、麦芽 100% だからそこまで、まずいっていうこともないんじゃないかな。乾杯。いや別にそこまでまずくなってないとは思いますね。そんなに感覚的にちょっと香りが弱くなったような気はするけども、ちょっと喉越しが弱くなったのかな。なんか炭酸があんまり強くない気がする。炭酸があんまり強くないですね。なんで炭酸がなんか、なんかちょっと微炭酸っぽくなってる。こだわり抜いてたどり着いたうまいという答え。ザ・プレミアム・モルツ、マスターズ・ドリームの系譜を継ぎ、うまい 100% ビール、ザ・モルツ、誕生。これなんでこんな炭酸が弱いんだ。なんかすげえ炭酸弱いな。なんだこれ。あ、瓶も出るみたいですね。瓶。中瓶、大瓶と、あと、樽生。炭酸が弱い以外は、そこまで、通常のモルツに比べると、ちょっと、まろやかになった感じ。トゲトゲしさがなくなった感じがあるけど。でも香りがあんまりない、なくなった感じはしますね。通常のモルツに比べると、香りがなくなったんですけど、その代わりなんか、モルツの、にあった、ちょっとアルコールの味っていうのがなくなった感じはあるね。まあ、ぶっちゃけた話、まだ俺の、行ってた、酒屋に、まだモルツ売ってましたからね。普通にまだね、500ml とか売ってたから。あ、でも結構マイルド。で、苦味もそんなにない。
苦味もないし、飲みやすい。飲みやすくなったね。なんかこう、昔のモルトの荒々しさが、ちょっと荒かったのがなくなって、まあそんな感じっすか。値段が普通に180円ぐらいだったんで、まあ一般的なビールと同じ。これは逆にこっちの方が美味しいと捉える人間もいるんじゃないかな。まあマイルドになってまろやかになってるからね。ビールにでも喉越しを求める人間にはちょっと喉越しとかその刺激とかを求める人間にはちょっとこれは合わないですね。でも俺もうちょっと炭酸が強い方がいいからな。炭酸が弱くなった。なんかものすごく炭酸が弱くなった。なんでこんな炭酸弱いんだろう。ちょっとわかんない。なんででしょうか。コクもなんかあんまり弱くなったような気もするけど、まあ少なくとも苦味が全く弱くなったのは確かに。苦味が通常のモルトに比べたらかなり甘めになって苦くなくなった。香りも弱いです。まあでもこれはこれでまあ思ってるほど別にまずくはなってないんで。まあ普通ぐらいですか。3423です。ご視聴ありがとうございました。